函館港に保存されている旧青函連絡船の摩周丸。津軽海峡に国鉄青函連絡船が就航したのは1908年のことでした。海の大動脈であった連絡船は幾多の試練を受けました。洞爺丸台風による大惨事は連絡船の大きな転機となりました。安全性と自動化を追求した新型連絡船が次々と建造され、人や文化、物を運ぶ重要な役割を果たしました。一方、津軽海峡の海底下では世紀のプロジェクト青函トンネルの建設が進み、度重なる異常出水などの難題を乗り越えて1985年に本トンネルが貫通したのです。その3年後、本州と北海道は一本のレールでつながり、一番列車がトンネルを駆け抜けました。同じ日、80年にわたって活躍した連絡船は最後の航海を終えました。そして在来線の列車も北海道新幹線にバトンを託し姿を消しました。青函トンネル開業から30年、津軽海峡とトンネルの1世紀余りにわたるドラマチックな歩みを貴重な映像や写真で綴ります。